フランスのレキップ氏は4日、公式 X、旧ツイッターを更新。柔道男子100キロ超級日本代表の再藤律、国士舘大が情けない結果でチームの足を引っ張ってしまい、本当に悔しいです。正直、日本に帰れない気持ちでいっぱいです。などと SNS に投稿したと紹介した。写真 泣き崩れた斎藤立真っ先に歩み寄った村尾三四郎の姿が感動斎藤は3日の混合団体決勝でフランスの英雄リネールに本戦と代表戦で2度も敗戦一夜明け日本を金メダルに導けなかった思いをインスタグラムのストーリーズに綴っていたレキップ氏の投稿にはフランスの柔道ファンも反応 3度の五輪王者と11度の世界選手権覇者に対する2試合12分以上の死闘は決して不名誉なものではない。しかし、そんなことはない。彼は優秀で勇敢だった。偉大なチャンピオンだと力強く称賛されました。彼にそう言わなければならない。あなたは良かった、よくやった。などとリネールと激闘を繰り広げた斉藤に対する称賛。激励のコメント。